お茶、私がダイアナを招待して。ああマリラ、想像が働くようになったのね。そうでなきゃ私の密かな願いに気づかない。大人のお茶会ができたら至福の瞬間だろうなって思ってた。でも着るものがない。お茶には膨らんだ袖じゃなきゃ。マシュー行ってグレーの服につけたい。すぐできるでしょマリラ。私だけ袖が違うのはもう嫌。お茶を注いで、お砂糖はいかがですかってダイアナに聞くつもり。いらないって知ってるけど、知らないふりして聞くの。客までいいの？黄色い缶に入ったチェリーのジャム、フルーツケーキとクッキー、それと木いちごのジュースも出していいのよね。赤い飲み物って素敵。他の色より美味しく感じる。このジュース、私がカスバード家の一員になって乾杯した時のとは違うみたい。でももっと美味しい。死ぬまで飲み続けたい。足取り軽く大通りを進む。明るく果てしなく広がる世界。この先は長くどこへでも通じている。